ドールは、哺乳孔食肉目犬科ドール属に分類される、食肉類。本種のみで、ドール属を構成する、別名赤狼。分布図インド、インドネシア、カンボジア、タイ王国、中華人民共和国、ネパール、バングラデシュ、ブータン、マレーシア、ミャンマー、ラオス。ベトナムでは絶滅したと考えられている。アフガニスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス。 大韓民国、タジキスタン、モンゴル国、ロシアでは絶滅。東道町75から113センチメートル。尾長二28から50センチメートル。肩高42から55センチメートル。体重オス15から20キログラム。メス10から17キログラム。背面は主に赤褐色。覆面、獅子の内側は淡かし色や紅白色。尾の先端は、 黒い個体が多いが、先端が白い個体もいる。鼻面は短い。門詞が上下6本ずつ、剣詞が上下2本ずつ、小球詞が上下8本ずつ、大球詞が上下4本ずつの計40本の葉を持つ。上学第4小球詞及び下学第1大球詞には、歯線が1つしかない。指跡は4本。入刀の数は12から16個。 派線が一つしかないことから、ヤブイヌリカオンと共に、シモキオン赤サイモス用二人に分類する説もあった。近年の分子系統解析では、本種やリカオンよりも犬属のセグロジャッカルや、横筋ジャッカルが初期に分岐したという解析結果が得られている。以下の亜種の分類は、和前クラフトに従う。一時林や二時林、乾燥林から湿潤林、常緑樹林から、 紅葉落葉樹林、新葉樹林など様々な森林に生息し、草原や森林がパッチ状に点在する環境やステップにも生息する。朝や夕方に活発に活動するが、夜間に活動することもある。5から12頭からなるメスが多い家族群を元にした群れを形成し生活するが、20から40頭の群れを形成することもある。 狩りを始める前や狩りが失敗した時には互いに鳴き声を上げ、群れを集結させる。群れは排泄場所を共有し、これにより他の群れに対して縄張りを主張する効果があり、嗅覚が重要なコミュニケーション手段だと考えられている。鹿類、霊洋類も含む、牛類、イノシシなどを食べる。月詩類や爬虫類、昆虫、果実などを食べることもある。 自分たちで買った獲物や他の動物が買った動物の死骸も食べる。獲物は匂いで追跡し、竹の長い草などで目視できない場合は、講師で直立したり跳躍して獲物を探すこともある。茂みの中で横一列に大列を組んで獲物を探しつつ置いたて、他の個体が開けた場所で待ち伏せる。大型の獲物は背後から腹や尻のような柔らかい場所に噛みつき、 内臓を引き裂いて倒す。群れで虎やヒョウなどから獲物を奪うこともある。繁殖様式は体制。インドでは9の11月に交尾を行う。妊娠期間は60から70日。11月から翌4月に出産する。1回に2から9頭の幼獣を産む。繁殖は群れ打ちで1頭のメスのみが行う。授乳期間は2ヶ月。群れの他の個体が 母親や幼獣を手助けし、獲物を吐き戻して与える。幼獣は生後14日で開眼する。生後70から80日で巣穴の外に出て、生後5ヶ月で群れの後を追うようになる。生後7から8ヶ月で狩りに加わる。生後1年で生成熟する。生息地では狩りが残忍とみなされたり、狩猟の競合相手となることから、 交渉金をかけられたり毒へで駆除されることもある。道路建設、ダム建設、農地開発、放牧などによる生息地の破壊、狩猟による獲物の減少、害獣としての駆除などにより生息数は減少している。狂犬病やジステンパーなどの犬からの伝染病による影響も懸念されている。1975年のワシントン条約発行時から、 ワシントン条約付属書2に掲載されている。2013年時点で少なくとも38施設で223頭が飼育されている。日本では2020年の時点でクオンアルピノスとして特定動物に指定されている。ありがとうございます。